明けましておめでとうございます。あれちょっと待ってください。やばい、スパローさん、スパローさん見えます？見える見える。誰やねんって、多分すいません、視聴者の方々がね、はい、多分誰やねんって思ってるかと思いますけど、改めてご紹介します、はい、スパローケンです。はい、ビジョンナウェです。ちょっとね、今日はこんな街中に、畑じゃなくてね、はい、街中に来ておりますけど、はい、もう本当にお隣のスパローさんはずっとこもってましたかっていう感じのね、山で修行してて、はい、修行してたら風邪ひいて戻ってきて、なるほど、今鼻声、そうですね。やっぱこう体調崩してもやっぱひげはね、ひげは生えるんですよ、やっぱ生きるんですよね。そうなんですよね、まあ、今年は命の里は生きる、うん、生かすというねことを目標に種をつないでいきたいなと思いますので、うん、はい、皆様今年もどうぞよろしくお願いします。はい、はい、でも新年一発目っていうことは、ね、そうそうそう、なんか抱負かなんかね、確かに。ではでは、僕から、はい、さんから。まあ僕のその今年の、まあ、目標としては、まああの農業のこうノウハウをこの1年でがっつり極めようかなと、はい、はい、まあ、出だしとしてはちょっと最悪なんですけど、風邪ひいてちょっと寝込んで体質になって、はい、あれなんですけど、まあまだあと1年でね、11ヶ月、うん、まだ新年始まったばっかりなんで、はい、こっからその農業のね、うん、ノウハウを、はい、ビジョンさんから、はい、はい、ビシバシ、はい、教えていただき、それをね、盗んで、なるほど、なんかやろうかなと。いいですね、はい、いやもうそうしましょう。まあ今年は農業のあれということで、そうですね、はい、はい、技術を学ぶということで、技術をもう学ぶと、はい、はい、僕はですね、今年はちょっとニキビができたので、はい、はい、なのでちょっとニキビをね、治そうかなと。そうなんですよ。ここの口の横にニキビができたんで、それ治そうかなと思っております、今年中で。あっという間に治るじゃん。いやいや、ニビア、ニビア。いや、でも ちっちゃな目標を、やっぱこう積み重ねていこうかなと、ね、思ってますので、まずはニキビを治そうかなと思ってます。お酒問題は？お酒問題。お酒問題はいいですか？お酒問題大丈夫です。はい。なので今年も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。明日からまたやりまーす。はい、またねー。はーい。